アメックスゴールドプリファードカードは、カードの特性上、Amazon が好きな方に大きなメリットを付与してくれます。amazon.co.jp の利用で、ポイントが3倍貯まる、大きく貯めたポイントを、Amazon ギフトカード、e クーポン、ウェブ限定へ交換ができるなどがあります。Amazon で、好循環なローテーションが可能で、まさに、Amazon 尽くしが可能になります。アメックスゴールドプリファードカード新規ご入会キャンペーンは、アマゾンギフトカードチャージタイプに希望する金額最大50万円をチャージすることで、今必要のない無駄な利用をすることなく、利用金額条件を満たすことができます。新規ご入会キャンペーンの裏技として、後ずらし戦法として使えます。ただし、チャージの上限金額、チャージした金額の有効期限など、Amazon ギフトカードチャージタイプの利用規約をご確認ください。アメックスゴールドプリファードカードは、メンバーシップリワードプラスが無料かつ自動付帯、ボーナスポイントプログラムが自動付帯で、amazon.co.jp でポイント3倍が貯まるなど、お得度が高いです。アメックスゴールドプリファードカードで、amazon.co.jp でポイントが3倍貯まるご紹介の前に、アメックスのポイントについて簡単に解説します。アメリカンエキスプレスは独自のポイントプログラムとしてメンバーシップリワードのポイントで貯まります。通常100円1ポイントで貯まりますが、一部200円1ポイントやポイント加算対象外の加盟店もあります。通常ポイント有効期限は3年間です。メンバーシップリワードプラスをご紹介します。メンバーシップリワードプラスとは、年間参加費3300円税込みがかかる有料プログラムです。メンバーシップリワードプラスに参加すると、通常3年間のポイント有効期限が無期限、ポイントを大きく貯める、交換レートがアップなど、ポイント生活をお得に楽しむことができます。アメックスゴールドプリファードカードは、年間参加費が無料かつ自動登録で安心です。ボーナスポイントプログラムをご紹介します。メンバーシップリワードプラスに参加すると、無料の限定オプションプログラム、ボーナスポイントプログラムに登録が可能です。ボーナスポイントプログラムに登録すると、対象加盟店、サービスの利用が100円3ポイント、通常ポイント1ポイントプラス、ボーナスポイント2ポイントで貯まります。アメックスゴールドプリファードカードは自動登録です。対象加盟店は、Amazon、Apple、メディアサービス、Uber Eats、ヨドバシカメラ、JAL 公式ウェブサイト、HIS 公式ウェブサイト、アメリカンエキスプレス、トラベルオンラインが参加しています。ボーナスポイントプログラムの3倍ポイントは、プログラム年度ごとの上限として、1万ポイント50万円ご利用分までになります。プログラム年度上限ポイント数算出期間は9月1日から8月31日の1年間2年目以降自動更新です。アメックスゴールドプリファードカードで amazon.co.jp でポイントが3倍貯まる仕組みとしてメンバーシップリワードプラスとボーナスポイントプログラムがあります。アメックスゴールドプリファードカードはメンバーシップリワードプラスが参加費無料かつ自動登録、さらにボーナスポイントプログラム無料が自動登録です。
上記の2つのサービスにより、アメックスゴールドプリファードカードは、amazon.co.jp など、対象の加盟店の利用で、ポイントが3倍貯まります。アメックスゴールドプリファードカードから、Amazon ギフトカードへチャージすることもできます。先ほどご紹介したメンバーシップリワードプラスとボーナスポイントプログラムにより、Amazon ギフトカードへチャージした金額に対して、100円3ポイントが貯まります。この方法は、アメックスゴールドプリファードカード新規ご入会キャンペーンで、期間内の利用金額条件をクリアするための最後の手段として利用することもできます。必要な支払いをした後に、もう少しで金額条件に到達する場合に、Amazon ギフトカードへチャージをして条件に到達するという方法です。Amazon ギフトカードへチャージは最大50万円まで可能。有効期限は、チャージした時から10年間など、利用規約があります。その他、注意事項があるので、チャージする前にご確認をお願いいたします。